なんか現在の都村の方は、多少ちょっと不穏な、びっくりした。多少ちょっと不穏な空気はありつつも、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクテーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は、前に行った、都村のサブ村、過去の都村に行ってみたいと思います。過去の都村とかめっちゃウキウキするやん。あの村で何があったんかがわかるかもしれんね、もしかしたら。なぜ立ち入り禁止になったのかみたいな。はい、ということで、過去の都村に出発。ほい、過去の都村に到着。なんかすごいタイムスリップした感じで。夢の世界へようこそ。あなたは今、過去の都という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の過去の都の世界をご堪能遊ばせ。ご堪能します。ちなみに、現在の、前に行った都村に比べて、ちょっとね、ホラー要素が強くなってるらしいので、気をつけてくださいます。どっちの格好がいいかなぁ。どっちも可愛い感じかな。ゴムエプロン？天使のは？こっちで行こう、ちょっと。ちょっとホラーチックな感じじゃない？どうだろうか。じゃーん！こんな感じで。いや、私すでに死んじゃった。私、すでに死んじゃったっぽいわ。いや、でもちょっとね、心してかかっていかんとね。前に行った都村を思い出しつつ、回っていったら、多分より一層楽しめるんじゃないかと。ちょ、待って。スコップ持っていっとこう。前回必要やったけんね。夢の過去の都村へようこそいらっしゃいました。夢の中であんなことやこんなことをしていい夢見られる各種グッズを提供しておりまひ。スコップくださーい。レンタルスコップ。どうぞぜひ。グッズは夢から覚めたら勝手になくなっておりまひので、返却のことはお気になさらずぜひ。ありがとう。まあ、ここの、この村を作った本人も、気になったら掘れ、とのことなので。気になったら掘ります。ん？なんか埋まってる。プレゼントを掘り出した。なんやろ。いや、ホラー村作ってる人はね、基本的に埋まってるものもめっちゃこだわってるもんね。さあ、中身は、あ、来たよ、フォーチュンクッキー。来たよ、フォーチュンクッキー。さあ、なんだ。この家に関すること？ほう。未来がどうなるかは誰も知らない。いや、ごめん、私その未来から来ちゃったんだわ。その未来から来ちゃったんだわ。そして、もう一個。ほうほう。さて、次、これはなんだ？あ、置いちゃった。違う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 。はい、回収。そして。おお、またしてもフォーチュンクッキーやん。ててーん。滑ってこけたら頭をぶつけたが平気だった。え？どういうこと？どういうこと？なんか知らんけど、まあ、平気やったんやね。え？え？待って、飛び降りた？サンダルあるよ。この辺ってさ、現在の都村の方でさ、命を大事に、命を大事にって書いてあったあたりじゃない？こういうことがあった件ってことかな？びっくりした。普通の人が現れるだけでびっくりする。どうも。お、家塚さん、この村の村長さんね。そこの池、埋め立て予定らしいよ。え？そこの池ってどれ？池？そこの池、埋め立て予定らしい。これ？あ、この池のこと？なるほど。え、なんかあったんかな？ちょ、お邪魔します。ちなみに、この村、まあ、過去の都村での村長、ゆずかさん
は、激不幸体質らしく、走れば転び、木を揺すれば蜂、岩を叩くと欠片が眉間を直撃する、死んでないだけ幸運とも言えるっていう、まあなんか超不幸体質らしいです。あ、そっか、それでのさっきのフォーチュンクッキーかな。あ、なるほどね。走って肩には多分ぶつけたけど平気だったと。そう、ゆずかさんを表してるわけや。なんか普通の家って感じやね。ショッカーですか。いいって言い出しそうな感じ。はい、それじゃあちょっと2階に上がりましょうか。え、待って、2階なんか誰あれ。なんかごちゃごちゃした家の中にさ、なんか、めっちゃ注目せんとわからんかもしれんけどさ、あ、このストーブの前に誰かおるんやけど。誰？え？めっちゃ怖いんやけど。え、泥棒じゃない？え、大丈夫ゆずかさん。泥棒入られてるよ。激不幸体質のせい。やばいやばいやばい。自分家にあんなおったら絶対悲鳴あげるわ。ね、あの、2階に人いたよ。物置に。めっちゃ怖いよ、あれ。どうするの？どうするのあれ。なんか潜んでたけど。あ、でもこの頃の、その都村と、今の異都村、いろいろと比較していって、あ、で、あの村で何があったか。待って、なんかあるよね。ん？危険。何？この先？あの家で何かあるってことかな。もう海岸はなんか、貝殻だらけや。貝殻だらけだわ。そして、ここの住人さんは、家の中か。うわ、びっくりしたー。そんなところに。どうも、レホコさん。この廃墟を調査してます。あ、調査員の方ね、レホコさん。なるほど、なるほど。で、この人はこの村の人ではないということや。じゃ、ちょっと私も調査に行くんで、お邪魔します。この廃墟。現在の都村ではこの位置には、なんかあったんかな？なんかめっちゃシーンとしてる。まあ廃墟やけんそりゃそうなんやけど。そりゃそうなんやけど。ね、なんかめっちゃ不気味だな。あ、何もない。ほっとする。でもなんかね、生活感溢れるものが結構、置かれたまんまよね。え？ここの家の住人は一体どこへ行ったの？現在の都村の方では、この位置に家はないっぽいね。ってことは、この廃墟はこの後取り壊されたっていうことなんかな。ほら、生活感めっちゃあるよ。人形まで置いていってるもん。この家の人は一体どこへ行ってしまったの？でも、調査員まで来とるってことは、まあ、何かがあったってことよね。で、池が埋め立て予定されとる。飛び降りたみたいな感じでサンダルが置かれてある。うわぁ。まあ、この家の住人が、何かしらの事件に巻き込まれた可能性があるということやね。じゃあ、開きっぱなしや。空っぽってことかな。空っぽということ。なんかこの、ね、このちょっとした月明かりの入り方、ちょっと綺麗。綺麗やけど、ちょっと不気味な感じするよね。はい、そして、で、右側の部屋へ。と、右側はお風呂。なる、まあ、至って普通の。え、でもさ、1階の真ん中部分以外古臭くなくない？どういうこと？ねえ、なんかここだけ異様に古臭くって、別の場所全然普通なんやけど。なんなんやろ。そういうところもちょっとなんか不気味だな。あ、2階はちょっとボロい。子供がこの家にはいたっぽいね。しかも結構小さい子。小学生ぐらいの子かな。あ、でもスモークがあるけん。幼稚園児ぐらい。もうちょっとで、なんか勉強机があるけん。多分小学校に上がる。もうちょっとで小学校に上がるぐらいの子供がおったってことかな。はい、そして地下へ。
お、地下はもうなんかめっちゃ蜘蛛の巣張っちゃってる。え、これはなんか、え、これはなんか、あるパターンなん、びっくりした、何もない。ああ、びっくりした、何もない。ふぅ、本が積まれてあっただけだった。一人で勝手にビビるやつ。これ真ん中に置かれたゴミ箱に意味あるんかな、なんか。いやもうホラー村でさ、こういう空間はちょっと心臓によろしくないよ。怖いよ、勝手に。ほい、それじゃあ。さあ、3軒目の家に向かってみようかな。何気にこうちょっとね、海岸とかも。ん？行方不明多発地点注意。行方不明多発地点？行方不明が多発するような場所があるの怖っ。もうちょっとね、うっそうとしてるもんね、この辺り。なんかあれやん、格好の、格好の現場、連れ去り現場みたいになっとんやな。ちょっとびっくりした。あれ？あの位置に家が立っとる。あ、こってさ、都村、今のげ、都村、びっくりする、ちょっと。今の都村ではさ、なんかちょっと、立ち入り禁止、キープアウトってなったとこよね。あの家でなんか事件があったってことかな。はい、それじゃあちょっと3軒目の家に。この家の位置ってさ、このあたり多分、あの、お札とかが貼ってあった、ミオナちゃん家があったあたりじゃないかな？多分。多分。多分この位置やったはず。ちょっとお邪魔します。この家はその頃から存在しとるってことかな。壁紙とかは全然違うっぽいけど。うお、びっくりした。びっくりした。これで何かを占うのか。これがあるって、うわ、ちょっと降りたいです、私。ちょっとした不気味さがある。ちょっとなんかちょっと変な趣味をお持ちで。はい、それじゃあ2階へ。ほらー。ほら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 。ね。やっぱり、あの家や。ちょっと待って、家具の女子力半端ないんやけど。待って。お札との、これお札よね、多分。このお札とのアンバランス感がちょっと、半端ないんやけど、どうした？めっちゃお嬢様やん。なるほど。あ、じゃあこれを、なんやろ、次の、ミオナちゃんが入る前に、まあ、ここの管理人か、村長さんかわからんけど、が、まあ、壁紙を上から貼ったってことかな。お札を剥がすっていう選択肢はなかったんかな。ああ、よかった。隙間があるけんなんかあるかと思ったけどなかった。いや、ビビりつつもね、ちゃんと見ていかんとね。心臓の準備をしつつ。はい、それじゃあ。お、いたいた、ここの家の住人さん。待って、モルフォ一緒におるやん。お金。あー、ごめん。ごめんよ。真っ白さん。何か不吉な予感がするの。ちなみにこの真っ白さんっていうのは自称霊感少女。まあ、嘘か本当かはわからないらしいけど、まあ、あのね、家の2階にあったお札とかも多分、まあ、この子が嫌な予感がするって言ったけん、それから自分を守るためにお札を貼っとんじゃないかなと。え、でもじゃあね、ミオナちゃんも、まあ、ビビりはするよ。確かにビビりはするけど、まあ、悪影響はないんじゃないかな、お札に。え、危険。え、やばいよ、これ。もう通り魔やん。通り魔にやられてしまうよ。ほ。うわ、びっくりした。虫が飛んできた。落とし穴かい。落とし穴かい。ビビったやん。さあ、それ。じゃあ、あのあたりで誰かしらに襲われてしまったということなのか。お。え、なんか周りにめっちゃゴミない？え、めっちゃゴミだらけなんやけど。
ちなみにここ、この位置にあるこの石は、まあ、なんか、今の都村の方ではお供え物が置いてあったはずなんやけど、一応この村の守り神、守り神が宿っているらしいです。私、普通になんかね、ご先祖様とかかと思ったけど、守り神らしいです。え、なに？かかし。そしてこれはなんだ？怖いよ。身代わりかかしの歴史。身代わりかかし？このかかしが何かしらの身代わりになって、この村の住人を守ってくれよるってこと？え、でもなんか事件起きとんよね。え？怖い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 。びっくりした！めっちゃびっくりした！岩が見えてなかった！何が起きたんかと思った。じゃあちょっと、まあ、ちょっと一番行ってはいけなさそうな場所なんだけれども、こっちの最後の家に行きたいと思います。何これ？縛られた段ボールじゃない？なんでそんなものが、周りに。え？なんか周りに色々あるけど、え？え？待って！え？ちょっと待って、これ。え？血がついとんやけど！え、なんか裏のやつ血ついてるよ。そしてそこから出てきたものとは。こっちも掘り起こしとこう。はい、出てきました。中身は。あえてね、血のついた段ボールを裏に隠しとるあたりがね。お、フォーチュンクッキー。これは現在と同じではないの？さ、中身は。君は調子に乗りすぎだ。うわ、天罰が下る。調子に乗ってるのは多分、あ、間違えた。調子に乗ってるのは多分、現在の都村の村長さんだと思うよ。調子に乗りすぎって、何、殺されたの？悪い奴に狙われる。え？これもしかしてさ、これ私自身とか、調査員の人への、なんか、忠告みたいな、警告みたいな感じじゃない？君は調子に乗りすぎっていうのは、調子に乗ってこの村の調査をしすぎってことじゃない？こんなところにあるフォーチュンクッキーまで見つけて、みたいな。じゃ、ちょっとお邪魔しよう。おー、びっくりする。どうも。あ、斧が置いてある！これか？庭いじりの泥だ。え、違うやろ。絶対それ血やろ。え？絶対血やろそれ。ちょ、待って。背中には何もついてない。返り血だけを浴びているわけだね。ちなみにこの人、ビクトさん、最近村に越してきたらしく、葉っぱのお面は絶対に外さないみたい。で、村の片隅にひっそりと暮らしていて、無口で、住民とはなかなか交流しないらしいんだけど、え？これ身代わりかかしじゃない？そしてこの斧。なんだよ、何を切ったんだよ。絶対庭いじりの土じゃないわ。え、待って、2階。ちょっと待って、2階のにも血ついてるから。血ついてるし、これ。これさ、埋められてたやつじゃない？現在の都村に。現在の村、都村に埋められてて、びっくりした。びっくりした。え、多分、これ人解体したやろ。人解体して、何食べるの？しかも。人を解体して、まあ部分的に食べた後、他の余った部分は、これに、このポリバケツに詰めて、で、村のどこかに埋めたと。そしてそれはきっと、あの家の住人じゃないかと思うよね。あの廃墟の。地下に井戸あるんだけど。この井戸絶対あれやん。え？絶対将来外にあるあの井戸やろ。しかもこの袋。ねえ、ゴミ袋もさ、村に埋まっとったよね。で、さっき階段を降りよる途中で気づいたのが、一斗缶。一斗缶も埋まってた、村に。
ってことやから、この人が、多分バラバラ殺人だな。多分バラバラ殺人で、それぞれのものの中とかに、さっきのゴミ袋とか、ポリバケツとか、の中に、まあ体の一部が入ってて、それを村の至るところに埋めて、それが現在まで発見されてない。クーラーボックス?これに詰めて捨てたの?金庫もあるんだけど。なんかもういろいろと怖いよ。なんか現在の都村の方は、多少ちょっと不穏な、びっくりした。多少ちょっと不穏な空気はありつつも、待って、てか手袋も落ちてるし。多少不穏な空気とかはありつつも、ちょっと待って、こっち、見事に全てにかかるところだった。これ多分絶対全てそうやろ。ですよね。多少不穏な空気はありつつも、でもまあ個性的な人たちが住んでるねっていう感じやけど、この村の過去には、びっくりする、ちょっとやめて。ね、過去の都村には、なんか、すごく恐ろしい事実が隠されてあったと。やば。やばすぎなんですけど。さ、それを、どうなんかな?現在の都村の村長さんは知っているのか。でも、なぜか、売り値が安いってなっとったけん。まあ、事故物件ならぬ事故村ってことやもんね。まあ、なぜかってことやけん、今の村長さんは知らないということかな?こういう事件がこの村であったことは。なるほど。で、知らず知らず村の村長さんになり、ってか残りのメンバーは?残りの人たちは現在は、でもそうか。ん?現在の村におらんよね。どうなったんやろ。そしてこの場所が今現在村長さんの家があるところ。壊れた傘だけが置いてある。なぜだ。不気味だ。もうなんか何もかもが不気味だ。あんまり調子に乗って操作をしていたら調査員のあの人もやられてしまうのではないだろうか。そしてあっちの方はとりあえず見たんやけど、こっちの方はちょっと見れてなかったけん。見事に貝殻がたくさん。超自然。ね、超自然な浜辺。特に何もなさげな感じやね。ないね。なるほど。埋まっとるものとか何かあるかなと思ったけど、そんなこともなかったっぽい。まあ、とりあえず、ここから飛び降りた人がいることは事実だ。でも、まあ、何人なんやろうね。一人ではない。とりあえずそこで飛び降りた人が一人死んでる。で、男の人に殺された人が一人いて、でも、壁にかかっとった服と、今現在着とる服と、それぞれ一着ずつ多分、一人一人殺しとると思うよね。じゃなかったらね、わざわざ着替えて、何でも一回汚したみたいな。多分一人殺して、帰り地着いたけん着替えとこうって着替えて、で、その服でまた人殺しをしたってことよね。最低3人は死んでるから、多分あの廃墟の家の住人、夫婦と子供1人っていう感じなんじゃないかなっていう推理です。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、一応時系列的には過去、現在やけど、現在の方を見てから過去を見るっていう方がより深くストーリーがわかるんじゃないかなと思います。